はい、こんにちは、両人劇場です。はい、今日はね、うちの家のね、犬紹介したいと思います。今日はこの子ですね。一匹目がこの子、ミックスね。はい、ミックスの、ワンちゃんです。メス、性別はメスです。そして、白と茶色のワンちゃんです。すごく人懐っこくてね、すごく可愛い子です。まあまあちょっとね、肝臓でしたかね、ちょっとね悪くて、たまに嗚咽してちょっとね、通院してはります。でもね、全然そういうね、噛みつきとか全くそういうのはない子です。普段いつもこんな感じの子です。はい、まあこの子はね、動物ショップでね、母親が見つけてきまして、はい、何本でしたっけね。まあまた値段はね、そのうち発表したいと思うんで、お楽しみにしていてください。1匹目のワンちゃんがこの子です。では2匹目のワンちゃんいきましょう。この子です。はい、2匹目のワンちゃんはこの子です。真っ白でね、チワワ。この子もね、ミックスなんですよ、一応。まあ名前ね、ミックス言ってもね、何とのミックスがね、ちょっと忘れましたけど、チワワ、真っ白で、この子もメスです。この子はね、2匹目の、犬です。どっちもね、2匹目なのに犬なんですけど、1匹目はね、マルチーズ飼ってました。はい。最近になってね、マルチーズが16年生きてくれはってね、オスやったんですけど、亡くなって、まあ、あの子が、さっきのね、1匹目の子が来たって感じですね。はい。この子は、ちょっとね、いろいろ問題ありまして、事情がありまして、1万円でね、もうこの子はお値段言っときますね、1万円で売られてました。はい、チワワです。ミックスです。皆さんどうですか？またグッドボタン、コメントください。では皆さん、今日はここら辺で終わりたいと思います。またね、ツイッター、インスタグラム、TikTok、LINE ライブなどなどしておりますので、ぜひ、フォロワー、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではこれからもね、龍神劇場よろしくお願いします。ではバイバーイ。2匹目のワンちゃんはね、はい